どうも、ベタです。バースからやっていきたいと思います。はい、本日は、アップデート、やってまいりました。そして、サクチャレがやってまいりましたね。江ノ島高校のサクチャレやってまいりました。まあ、事前エントリーで招き猫1個もらいますので、しっかりとこれは獲得していきましょうということです。詳しい遊び方は、まあ、やりながら、説明していこうかなと思いますが、来週の火曜日、14日から開催されるらしいです。まあ、14日から19日の日曜日までですね。まあ、こちらはまた動画をね、メインチャンネルの方でバンバン上げていこうかなと思ってますので、もしね、サクチャレ攻略目指してる方は、その時はメインチャンネルの方、できれば見てほしいです。まあ、見てくれると幸いですね。そして今回のサクチャレのポイントとしまして、たくさん、フルドライブ練習をしよう。フルドライブ練習に、入るたび、サクチャレを、サクピーを、獲得できます。フルドライブ練習で稼いだ経験点にボーナスが発生。今回はセンターフォワードで勝負ということで、センターフォワードしか作れないらしいです。まあ、江ノ島高校なんでセンターフォワードが一番いいんでね。うん。しっかりと獲得していきましょう。フルドライブ、発動時に1000ポイントか。結構高いんだな。で、普通の時のタックより多分フルドライブでタック踏んだ方がいいので、バン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 ね、カラデートしていって、フルドライブ練習狙っていった方がいいのかもしれません。フルドライブ練習時に、サクチャリのポイントのボーナスについて、フルドライブ練習で得た経験点に 50% のボーナスが加えられるらしいですね。うん。これは結構でかいかもしれない。うん。そして今回、怪我チャレがなかったのかな？怪我パーセントによって、怪我率パーセントによって経験点が入らなさそうなんで、まあ、今回は普通に、うん、ランキング争っていく。普通にでかいタック踏んだ方が勝ちっていう感じですね。あとは試合。試合においては、必殺シュートはちょっと低いんですけども、うん。自分の育成選手が、ゴールを決めたら300ポイント。で、エリアの騎士を発動しながらゴールを決めてれば2000ポイント入るらしいです。まあ、エリアの騎士、発動してたらということは、カケルを入れないといけないことがわかります。なので皆さん、カケルはフレンドで借りてもいいですし、自分で持ち込んでもいいので、しっかりと入れていきましょうっていう感じです。まあランキングはね、またいろいろあって PSR とか手に入ります。まあ一生懸命頑張っていきましょう。このイベントはね、時間がない人もチャンスがあると。まあ時間がある人はまあもっとチャンスはあるんですけども、ランイベと違ってね、誰でも1位狙います。一回自分が1位走ってて、第一の時かな、これは1位だろうと思った時に、視聴者の無課金の人に負けちゃったっていう過去もあるんで、全然無課金の方でも1位狙えるイベントですので、皆さん頑張ってやっていきましょう。そして続きまして、パワーマッチスタジアムの機能に追加があります。こちら、マイスタジアムっていうのが出まして、毎日3時、11時、19時、バッチコインが貯まるらしいです。うん、マイスタジアムはグレード3に昇格すると解放されますと。はい。で、サポーターの満足度、っていうのが出たらしくて、サポーターの満足度に応じてシーズン終了後に報酬が受け取れますという形なんで、まあプレー日数、試合数、新加入選手、まあこんな感じで評価があるらしいので、まあしっかりとね、評価上げていってもらっていこうと。何がアイテムもらえるか分かりませんが、まあもらっていきましょう。で、一応マイスタジアム？どれだ？一応パワーマッチスタジアムでなんかあるらしいんですけども、どこに載ってるかわかりません。まあ分かったらまた、動画にしたいかな。はい。遊び方よくわからない。はい。飛ばしていきまーす。で、次に、まあ広告。まあ広告にするアンケート。これはよくわかりません。うん。すいません。わかんないんで、放っておきます。で、あと、新しいキャラがやってまいりました。うん。この二人。紫舞ちゃん、レオナルド・シルバ。まあ、早打ち切り組み隊長の舞ちゃんと、ゾーン。オフェンスゾーン。これは期待できるんではないかな。シルバは期待できるはず。うん。強いと思う。まあ、これ、まあ、ガチャしていきたいんですけども、そこまで今回追うつもりはないです。まあ、シルバのテーブルが、かけると似ている。そして、舞ちゃんの方がセブンと似ているらしいので、まあ、シルバーがもしかしたら強いかもしれません。まあ、ですが、まあ、さすがに50にしないと得意練習頻度3がつかないデッキはちょっと厳しいので、うん。まあ、とりあえず、まあ、確定までは回して、当たったらラッキーかなっていう
スタンスでいこうかなと思っております。でそしてコラボ記念無料10連ガチャ第2弾ということでこちらが出ております。まあ7キャラね、このシルバー、マイちゃん、鷹城、アスカ、エアかけるとセブン、荒木くんのキャラも出てくる。まあ確定ではないんでね、このキャラ確定ではないんで出るかどうかわかりませんが、そちらの10連ガチャが来ております。まあ今回まあこれをね、最後引いて終わりにしていこうかなと思います。まあとりあえずあとは特にないんで、スタジアムポーカーがこの前来てましたよと、途中に来てましたよっていう感じです。では最後ガチャ引いて終わっていきましょうか。さあね、ガチャ引く前にちょっと待ってくださいね。ボックス埋めてなかった。ボックスだけ埋めさせてください。ちょっとね、R とか PR、そして SR とかがボックスに入ると邪魔なんで、基本的にプレゼントボックスに自分は全部飛ばしてます。ボックスの開放、マックスまでしてて邪魔な人はそういう感じにした方がいいと思います。自分はこの方法で、ボックスに入れないようにしております。はい、では最後はこれを引いてお別れとさせていただきます。はい、10連。ここでもしね、シルバーとか当たれば、ガチャ引かなくてもいいかもしれません。はい。ではやっていきましょう。まあ、10連目はね、SR 以上確定です。SR 以上確定なんで、さあ、何が出る？お？これ、もしかしたら PSR 来るんじゃないかな。この演出ね、PSR 出る確率が結構高いんですよ。あ、でも1枚か。出ないな。多分これ SR です。安定してほしかったな。では、何が出るかな？シルバーとか出てくれると嬉しいです。おっと、R ばっかじゃん。はい。押し金。期待させて、残念でした。はい。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。